堅実なビッグマウスとでも表現しようか。サッカーの U から22日本代表に初選出され、18日の U22 アルゼンチン戦、アイスタで途中出場、初得点を決めた FW 福田氏を、19イコールボルシア MG イコールから受けた印象だ。前日に何より早く点を決めたい、と言った通りの結果。一方で取材からは、地に足がついているように感じた。 前日の6分半ほどの問答で自分たちアルゼンチンに勝てると思ってるんで得点を取るイメージはいやもうできてますよそれはもちろんドイツ語はまあ聞き取るぐらいは何よりかけるんですよねめっちゃなどと自信たっぷりの発言しかし上滑りなようには思わなかったそれは自らの課題足りていないことをまっすぐに語ったからだ 年上に当たる U22 の他の選手は、やっぱり高いですし、上手いですね、本当。自分全然下手くそな選手なんで、追いつくのが必死です。ボールを収めるのは、もともと苦手なタイプだった。全体で聞くと、謙虚な印象すら受けた。自分への確かな自信はあるが、夢への飛躍がなく、階段を一段ずつ登っていく意識があるのだろう。次の W 杯絶対出たいんで、 という野心を掲げながらも、すぐにここから地道に結果残していって。まずはパリ五輪のアジア予選に入ること、と語り、所属チームでは練習と筋トレ、勉強を日々の習慣にしていることも明かした。質問に対する受け答えが明確なのも頼もしい。試合後、前半見ていて、センターバックの両方が広がっていて、間が空いてるのを見つけて。そこに走り込んだら、 ボールは出てくるだろうと信じていた、と、得点につながった動きを説明した。鹿児島、上村学園高3年時の作東の高校選手権で得点王に輝き、直接海外への道を選んだ逸材。アルゼンチン相手に鮮烈なデビューを飾ったことといい、ポテンシャルは疑う余地がない。しかし、その想像以上に速いスピードで、日本のエースとなる未来がある、かもしれない。 サッカー担当、林修士、中日スポーツ。